受精後の哺乳動物卵子の卵活の最初の段階。図表の ZP は透明体。PGL は EN、ポーラーボディ極体。A は2細胞器。B は4細胞器。C は8細胞器。D、E は双日排気。卵細胞の成熟過程極体は、卵子の中で発見された細胞の構造体である。 動物と植物とも卵子で極体を有している。また、極細胞としても知られている。非対称の細胞分裂が卵形成時に極体の生産につながる。卵細胞の原数分裂が通常の細胞分裂や精子形成過程の原数分裂と異なる点は分裂後の2個の細胞が同じ大きさでないことである。核が2個に分裂してもそれを囲む。 細胞質は二つに分かれず、どちらか一方の核が卵細胞の細胞質から弾き出されるように排除される。弾き出された核が極体である。減数分裂の第一分裂、第二分裂それぞれで極体が放出されるので、それぞれを第一極体、第二極体と呼ぶ。このシステムは最終的に一個だけが必要な卵細胞の形成過程で、 細胞質の量を減らさないのに役立っていると考えられている。残された極体はやがて体化、消滅することになる。稀に極体が消滅せず、その極体に精子が受精し、極体創生児が発生することがある。卵子は原数分裂の第二分裂の途中で休止し、精子の侵入ともに再開するため、受精卵には極体が2つ確認される。体外受精では、 この第二極体が確認できなかった時にレスキューアイキシーを行うことがある。ABEN ポーラーボディ乱走。ありがとうございます。